スナッチャー。かつてパソコンで発表された、サイバーパンクな、アドベンチャーゲームです。後にメタルギアシリーズを制作する、小島秀夫監督の、若かりし頃の作品となります。1991年、モスクワ、チェルノートン研究所の、爆発事故で拡散した細菌兵器、ルシファーアルファのために、人類の 80% が死滅した。その時から半世紀後、瀬戸内海に浮かぶ、人工島ネオ、神戸、式では、謎の生命体バイオロイドが、密かに人間を殺害して、入れ替わるという不気味な事件が、継続的に発生しており、主人公ギリアン、シードが、その謎に挑む、というストーリーです。ブレードランナーをはじめとした、80年代の SF 映画の影響を、強く受けた作品で、古典 SF ファンなら、思わずにやりとするネタが、大量に詰め込まれた作品と、なっています。全3章構成となった PC エンジン版しか、遊んだことはありませんが、架空ながらもストーリーや設定が、素晴らしいです。PC エンジン版の取説とは別に、設定資料集も必見です。PC エンジンミニの公式サイトで、閲覧できます。誰だ？見たな、ダンカン。あの爪痕は？ジャンがつけたものです。死んでもらうわ、ジャンカン。クオンの絆、歴史上の各時代をまたいだ恋愛モノアドベンチャーです。恋愛要素もありますが、電気ホラーの側面もかなり強いです。エンディングを迎える頃にはいい話だったなくらいの気持ちになりはしますが、物語の途中では若干ビクビクしながら読み進めていました。現代に生きる主人公に対してヒロインが初対面でとんでもないことを言います。あなたを殺す恋愛ものであると思っていた私はかなりの衝撃を受けた記憶があります。物語の中では輪廻転生という人の生まれ変わりがテーマにされています。転生して歴史上の各時代をまたぎ、物語が進行していきます。中でも平安時代の話は、とても面白かったですね。有名な陰陽師である安倍晴明など、有名どころも登場してきますが、そもそも平安時代という時代に対して、知識があまりなかったため、非常に興味深かったです。ある時代では仲間だった人が、ある時代では敵であったりと、入り乱れた濃い人間関係が、ドラマチックで面白かったですね。さんまの名探偵、ポートキア連続殺人事件、のような、コマンド選択式のアドベンチャーゲームです。ゲームは桂文珍が殺されるところから、スタートします。主人公は、さんま、で探偵になって、犯人探しをします。登場人物が吉本芸人ばかりで、阪神巨人や新助に行くよ来るよ、西川のりおなど今ではあまり見なくなった、芸人も見られます。一般的なアドベンチャーゲームと違って、RPG のようにさんまがマップを歩いて、目的地へ進んでいきます。操作が進むと、マップ上に行き先が出現するので、わかりやすいです。他にもミニゲームなどがあります。物が落ちてくる墓場をくぐり抜けるものや、ヤツさんとのボートレース対決や、逃げる容疑者を追いかけるゲームなど、本物の芸人が実名で登場します。ユーモアやギャグが満載で、詰まることがないくらいの程よい難易度で、バランスの良い仕上がりです。ゲイの偉人が登場するゲームの中では、珍しく良作となってます。
ーセブンティーン、ザ、アウト、オフ、インフィニティ。沈みゆく、海中のテーマパークに、閉じ込められた男女6人の人間模様と、その謎を解くアドベンチャーです。複数のお話が展開され、必ず数日後には、施設が悪化するのは同じですが、そこに至るまでの男女の恋模様から、オカルトや SF など、とにかく多彩に分岐するシナリオを、一つ一つ解いていくのは、至福の時間でした。途中でやっぱり、エッチな展開もありますが、すべて文字なので、逆にエロさが増してドキドキしていました。また、特定の条件を満たすと、入れる本当のエンディングまでの、ストーリー展開に唖然となり、夢中にプレイしていて、気がついたら夜が明けていました。今のゲームにもつながるような、高度なストーリー性が本当に秀逸です。え？反応がないですね。もう一度行きますよ。こんにちは。こんにちは。あ、元気のいい女の子発見。お名前は？ファミコン探偵クラブパート2。後ろに立つ少女。ファミコン探偵クラブシリーズの2作目となり、前作から3年後という設定。プレイ環境は前作と変わらず、ストーリーを進めていきながら、コマンドが現れたら、いろいろ選択しつつさらに進めていくという、アドベンチャーゲームになってます。選択画面ですでに一度選択しているものを、再度選択してもストーリーが進むという、ちょっと盲点を突かれるような、場面もあります。物語の舞台は学校という身近な設定が、親近感を呼び、比較的馴染みやすい感じです。主人公は私立探偵の助手として、いろいろ調査していくことになるのですが、殺人事件や怪談などの、ホラー要素がたくさんあり、最終局面では、トラウマになるぐらいの強烈な印象を与え、後世に語り継がれたりしてますね。ストーリーについては、2つの事件を解決していく中で、接点が見え隠れしたり、ラストに近づくにつれ、衝撃的な展開があったり、最後までプレイしてやっと、後ろの少女の意味に気づいたりと、やり込み要素は十分あると思います。推理や怖い系が好きな方に、おすすめしたいですね。ラストで鳥肌立った唯一のゲームです。いろんな機種で移植版をプレイしましたが、ファミコンディスク版が、グラフィックもある意味で怖かった。トリスノーツ、SF 要素がかなり強めの、デカドラマといったところでしょうか。シナリオは、メタルギアのシナリオも担当した、小島秀夫さんの作品ですね。物語の中では、すでに人類は宇宙コロニーに、移住を始めています。しかしゲーム内の世界では、新天地での希望に満ちて羽織らず、過酷な宇宙での閉鎖環境という、暗く重い雰囲気になっています。このゲームでは SF チックな世界の設定がかなりきっちりと作り込まれており、酸素生産の過程や白い人工血液の説明なども会話の中でさりげなく出てきます。SF 好きにはたまらないですね。主人公は基本的にハードボイルド感を漂わせていますが、時折はっちゃけた行動をしたり、エロに対する妙な執着シーンを見せます。そういった人間臭さを感じさせつつも、かっこいい活躍に、
憧れのような気持ちを抱いてしまいます。何もかも30年前に置いてきてしまった。あの事故で過去を失った俺は、この汚れた街オールド LA でネゴシエーターまがいの探偵をしている。幼児誘拐や人身売買のネゴシエート、身代金の仲介、脱獄犯の逮捕など、ヤバい依頼ばかりだ。だが、俺みたいな過去をなくした男には、そんな世の中の海がなければ。北海道連鎖殺人、オホーツクに帰る。ドラゴンクエストのデザイナーで知られる、堀井雄二さんがデザインした、ミステリーシリーズの一作となります。東京の晴海埠頭で発生した、殺人事件を調査していた、主人公と部下の黒木が、被害者の身元調査をしているうちに、北海道、釧路が関連していることがわかり、釧路に飛びますが、そこでさらに殺人事件が発生し、という連続殺人事件に巻き込まれていくというストーリーとなっています。システム的にはオーソドックスなコマンド選択式のアドベンチャーゲームで、同ジャンルに詳しい方なら違和感などはないのではないでしょうか。本作はファミ通と密接な関わりがあり、ファミ通の前身となったログインと堀井雄二氏も報道企画となっており、その縁があってか、ファミ通で連載中の漫画、幸せの形でも、本作のパロディ漫画が掲載されていました。前作、ポートピア連続殺人事件、も遊びましたが、オホーツクに帰る、は発売してすぐに購入。ハマりにハマって、自ら、攻略ノート、を作り、繰り返し何度も遊びました。今でもカセットとともに、攻略ノートも大切に取っておいてあります。ミツバチ学園、最後におまけで一本紹介させてください。あの井上真実が出ているゲーム、日本でたった一つのアイドル養成女子学園であるミツバチ学園の新任教師となって、女生徒に襲いかかる数々の難事件を解決しながら1年間教師として頑張っていくというストーリーのアドベンチャーゲームです。内容的には若干、卒業シリーズに近いかもしれませんね。本作の最大の特徴は、いわゆるアニメやイラストではなく、実写のキャラクターが出演し、さらにアドベンチャーパートクリア後に、キャラクターの人気投票が行われ、最も投票数の多かった、登場キャラクターでもある、井上真実さんが、実際にアイドルとしてデビューしたという、現実とゲームの垣根を越えた、メディアミックスにあります。また、天才テレビくんにも出演していた、大賀ややさんも本能の元山美香子名義で、出演しており、準優勝しています。
全ての夢を叶えるまで俺は続ける。